皆さんこんばんは。ゆうと放送局のゆうとです。今日はちょっとノー編集の動画で誠に申し訳ございません、えー、多分これね。アップしてくる。ちょっとね。外に出ちゃっててね。ちょっと編集できる時間がなくて、珍しくこんなあのー。もう手抜きな動画で申し訳ないんですけど、まあ実はですね。ちょっと大変なことが起きまして。 以前この間かなつい最近この自動踏切が不調っていうタイトルの動画をねアップしたと思うんですよで原因はねまあ踏切というよりかはセンサーだったんですよでセンサーのななんかなんだっけなセンサーレールを使ってたんですけどこの間なんかなんだっけなワイ,ドワイド PC だっけこれ用のセンサーを買いましたって動画で一応これ組み込んだんですよで新しくねセンサー購入して設置してたんですけどなんと 今今日仕事から帰ってきてねさあ遊ぼうと思ったらですねあの現象が再び起きましてですねちょっとこれはどうすりゃいいんだと思ってでもコメント欄でね、あのー、対処法というかねいろいろ教えてくれたんですよでなんかクリーニング液をつければ治るみたいなことを教えていただいたんで非常にもう参考にしてですねやってみたんですよところが 全然治治らないといとうかね、あのー、途中でやっぱり通過してる間にね踏切が上がってしまうという事態になってしまいましてねでコードも変えたり今やってね苦戦して今1時間経ちましたでもね無理だということでちょっと気づいたんですよちょっと気づいてですねセンサーの位置を変えてみたんですねでそしたら直ったんですよねはいで僕の勝手な予想なんですけどこの。 カーブの直後に、まあ、このレールが来てたわけなんですよ。で、よく見るとね、実はこうやって見ないと分かんないんですけど、ちょっとこう段差になってるんですよ。で、そういう関係もあって、なんかうまいこと接触してなかったのかな、みたいな。そこも考えられるんですよね。カーブの直後っていう理由が一番僕の中では大きいのかなと思います。なんで、ちょっと、変、ちょっとね、あの、配線を変更します。非常にダサいんですけど、あの、渡り線が本当はね、 こう来てたんですよでここにポイントがあってであ,のあったんですけどもうねセンサーここに置かないとねちょっと無理だということで渡り線がこんな変な形になっちゃいましたけどねで今ちょっとコードがぐっちゃぐちゃなんで今からそれはね整えていこうかなと思いますいやーもう大変だね本当にマジでもうこれはちょっと皆さんあの何か本当にもしこういうことが起きたらねちょっと参考になればいいなと思って急遽撮りました なんでもしかしたらそのクリーニング以前の問題でもしかしたら配置も悪かったのかなっていう気もしますねはいあのー、はいということでございますすいませんこんな動画で以上です